秋篠宮様が55歳の誕生日を迎え、長女の真子まと小室圭さんの結婚を認めると話されました。一方で、結婚と婚約は違うとも話し、婚約の儀式を行うかどうかには触れられませんでした。秋篠宮様は誕生日にあたっての会見で、結婚することを認めるということです。 憲法にも結婚は両性の合意のみに基づくというのがありますと述べられました一方で結婚と婚約は違うとも話し延期されている婚約の儀式を行うかどうかには言及されませんでした宮内庁の幹部は今は見守るしかないご発言をもって何かがすぐ動くことはないのではなどと話しています小室さんはアメリカの大学に留学中ですが 代理人はこれまでの ANN の取材に対し今のところ帰国の予定はないと話しています。